パツハル法とは、日本のプロレスラーである、天竜源一郎と、アシュラ、ハラのタッグチームである。チーム名は、天竜の、竜とハラの、ハラを取ったものだが、かつての日本を代表する、タッグチームだった、ジャイアントババアンドアントニオ猪木の、勝利法を踏まえたものでもある。全日本プロレス、SWS、ウォーで活躍した、天竜源一郎1987年3月に、 長州力らジャパンプロレス勢が全日本を離脱した、再、長州参戦以前の日本人対外国人を主流とした全日本プロレスに戻ることに危機感を抱いた天竜と原が全日本マットの活性化を図り結成され、ジャンボ、鶴田や輪島大志らに構想を仕掛けていった。TV 収録のない地方工業でも、連日30分近い熱戦を繰り広げ、ファン支持を集めた。 全日本での活動期間は1988年11月に原が全日本を解雇されたため1年5ヶ月と短かったが全日本のファイトスタイルをババ、鶴田のアメリカンスタイルから三沢光春らのプロレス4、天皇につなぐ、架け橋役を果たした功績は大きい。百八十七年九月にスタン・ハンセンオースチンアイドルを破って PWF 世界ッグ王座。 1988年8月に、鶴田谷津義明を破って、世界タッグ王座を獲得している。立春法を中心として、サムソン・フユキと川田俊明を加えた、軍団名は、天竜同盟、レボリューション、活動そのものは、天竜革命と呼ばれた。テレビ収録のない、この革命に、数年前から、ブロディ革命を宣言していたブルーザー・ブロディが、天竜の革命は、 俺の真似で、スケールも小さいと噛みついてきたことがある。なお、立春法は、ブロディの日本における最後の対戦相手でもある。その後、SWS でパートナー難に悩んだ、天竜の要請で、原が現役復帰、1994年10月に、王で原が引退試合を行うまで、立春法として活動した。なお、 天竜と原のそもそもの接点は1981年10月、所属していた国際プロレスの崩壊で引退を決意していた原が、天竜が、ディックフレアーの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦すると聞いて、同じようなキャリアなのに不公平だ。天竜、俺と戦え。と申し入れたことに始まる。この試合が好勝負となりばばの勧めで、原は全日本に定着。 1981年と1982年の世界最強タッグ決定リーグ戦にはコンビを組んで出場している。ただしこの時はババツルダに変えてツルタ天竜を全日本の看板コンビにするというババの方針で解消しており、タツハル法という呼び名も存在しなかった。1989年から1990年に活躍した天竜とハンセンのタッグチームは ハンセ戦ンの日本での異名、不ンカンからリュウカンポーと呼ばれた。ありがとうございます。